ここからは言言えば言うほどですはい、えー、ということでございまして次はこちらへ行きましょうかね「花子とアナの、えー、雪の花子とアナと雪の女王」これ一番今やったらもう大評判になるドラマですよ「花子とアナの雪の女王」。これはねあのー、すごい話です。<laughs> <laughs> すご,す,すごい話です。はい。すいはい、あのちょっと戦前の話からずっと来るわけですけども。でもここは「あん」は出てこんでいいんです。花子が出てきて、アナと雪の女王さえ出てきて、あと蓮子が出てきた <laughs> ううす。ごい人気のものになります。<laughs> はい、はい。この方のお便り、PC 遠隔操作のことですが、弁護士さんね、大丈夫ですかね、アナと雪の女王を例えに取り上げちゃって、逆効果は半々買いますよと言ってましたが、<laughs> まあ、 あの僕はあの反感よりもあの人はえしてなという感じで涙、ね、目になって会見してましたもん、ね、それでちゃんと時代についてってますやん今。ちゃんとそういうのを取り入れ自分の中の悪魔性みたいなものと向かい合っていくという、はい、人間って誰しもそういうことがある、はい、で「アナ、うん、と生きの女王」というのも、はい、ね自分の中のその悪魔性ってばっ、うん、と凍ってしまうわけですからね。うんうんはい あれ産業とか,なんかアイスクリーム製造会社とかなんか勤めたらめちゃくちゃそれこそ電気いらんやんこれ原発いらんあの人一人おったん人でねそこまでできるあの時代やからこそなんや、はい、ルイってみんな驚いてますけどあんな力あったらうちに来いうちに来いってみんなが大喜びや <laughs> な外国人労働者はいらんという会社言いかえしあなたはいいぞとかあなたはいいぞとか言います <laughs> あ、ね、はい礼、はい、いう入れ方するとところでアメリカのミスティーン USA に選ばれた大学生が部屋で裸になっているところを盗撮されて脅迫される事件がありました別にす、まあま、になってますけど,すけどあそうです、はい、それもありましたねというような話でね覗きソフトやなんかもあっ でこれはは全然関係なないいい話ではないんでんすよ、はい、というのは盗撮されたというのは誰がカシャッとやったわけではなく、はいはい、そこに置いてあるノートパソコン今のノートとかタブレットでもみんなあのレンズついてます。はいはい ね、それを遠隔的に操作して、裸で寝ているろなんかも、かしゃっとこういうふうに自動的に撮って、その映像を送ってしまえるというような、はい、そんな時代でもあるだからあれですよ、私も聞いた、なんかペ,ペンタゴンとか、ああいうところなんかの人たちなんかは、うん、あのペタってガムテープとか貼っちゃっても、あのレンズ使うときにしか剥がさないみたいな対策を取ってる人って、結構、普通に皆<ー><や>さんやってるみたいなこと、聞いたことある。ですから本当に今のネット社会 の中での犯罪というのはこういうことかと、はいうん、そしてまたそ,のそれを使う人間性みたいなのが今回の片山容疑者でもってみんなが呆れ果てたりとウルトラマン米太郎さんからもいただいておりますそれから軽犯の武士院慶さんからもいただいておりますけど、まあ、PC なり,まりなりすまし事件の片山被告に対して知識の無駄遣いというご意見がありましたが全く同感あれだけの知識とスキルがあるんでしたらあんな他人をねねおとしめるような。 ようなそんなバカなまねをするのではなくて CBC リスナーになってやはり知恵や知識を無駄遣いしておられる多くのリスナーさんたちと切磋琢磨すれば犯罪者にならずに楽しい毎日になると思いますよ。<laughs> 片山容疑者も知識の無駄遣いですがこの番組のリスナーさんも駆使しながらいろんなものを調べて、はい、しょうもないことを一生懸命なっている <laughs> でもそれは、ね、楽しんでおられるあ、ね、ありりががたいですねとうございます楽しんでおられるということの証拠にこれもまた反感を買うんでしょうが片山被告は今はすがすがしい気持ちで行ったということです。 何を言っっっててるんだととちょ叱やりりたくなますけどねでもね僕はまたこれもねりようで例えば自分がね嘘ついて嘘をついてね本当のこと言ったらいわゆる牢屋に入れられたり罪人になったりどんな量刑が待ってるか分からへんという恐怖がありますでしょでも本当のことをもう言ってしまった後はその罪人になる恐怖よりも心は爽やかなんだと。 ですからそういうところの嘘つくこととか、はい、そういう人を貶めることとかということの重さみたいなのが僕はあ分かった人だなとやっと分かったかこいつはとすがすがしいということは、うん、本当のことをやっぱり正直に生きていることの大事さというのは、うん、この人はもうこれ罪をこれから背負っていかないかんですよ、はい、世間の非難もごうごうありますよ、うん、だけども嘘つき通していた。 私はやってませんよ他にいるんじゃないですか真犯人はとコテ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 なりすましてやってるような、うん、そんな日常はやっぱり苦しかったと、はい、どんな社会的制裁どんなああなっていようともやって 正直な自分になれたいいうふうに僕は解釈をして、やっぱり犯罪の重いもんやなと。まあまあ、本当、そういう、自分のことだけ考えればそうなんですよね、その先にはやっぱほら、この人のおかげで間違われて、えらい目にあった人たち、まあ、それはねあの、笠山被告、直接の責任じゃないのかもしれないけれども、そういうこと、そういう人たちのつらかった気持ちとかも考えて、もう一回、どんよりした気持ちで反省してよ、どんよりした気持ちで反省してよと思うんですよ罪の意識で反省してよ。 と思うわけですよ<う>はいどんより生徒すがすがしくなるなと <laughs> そうそうそうちょっとその先もう一回ちょっとどんよりしてって反省してって言いたくなるのはいその方が強いな意見は <laughs> 本当にな、はい、うんということでねいろいろあっラジオダイソーさんもさっきの裸で写真撮られちゃったっていう人もいますが、はいはい、データをね全部取ってデータを全部抜き取った、うん、このラジオダイソーさんもそうですねパソコンの中身をかから覗かれたら なんかか恥ずかしいですね <laughs> うちはあのいろんなものが入っててあのこれパソコンから全部売ってますからこの番組「はい、ゴキブリ UNK を便器からあふれる」という文章がデーッと流出していく <laughs> こいつなんやと思われますもんね <laughs> ということでね <laughs> セキュリティというのは大事だなということが言えますね。はい <laughs>